はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。モンスターハンターライズやっていこうと思います。早速、これから行こうかな。社に住まう無法者、ジャングラスハットの討伐。切符お待ちしております。ジャングラスハットぐらい余裕でいけるっしょ。制限時間50分。初めて訪れたフィールドのマップは全体が雲で覆われて見えません。あ、そうなんだ。いつも指導したことないモンスターは共通のアイコンに表示され、正体が見えません。うんうんうん、了解なり。ガルム乗せて行くよ。ゴー。これか。それ。うん、違う。もらっていくね。ああ、乗りながらでも行けるんだ。やっぱり最初はね、こういうやつらからもしアイテム集めとかないと、どうせ後々足りなくなるからな。こっちだな。この乗るシステムすごい好き。いいね、ガルムかっこいい。もらっていきます。骨も重要だからね。地図的にはこの辺。あ、いたいたいた。向こうも倒してくれてんじゃん、優秀。大事に使うね。行くよ。これの上か、上っぽいな。こっちから回らないといけないかな。いたいた。もらっていくね。オッケー、あと2匹。大事に使うね。で、こういうカメラを使ってこういうのを撮るっていうのも。こっちに1匹いた。よし。ナイス。よろしくね。よいしょ。あと1匹か。どこにいるかな。あと1匹。
また同じとこにいる可能性はあるよね。はい、じゃあ今いなかった。あ、いたいたいた。違うやつ。ファンゴがいるのか。大事に使うね。行くよ。ファンゴも買っとこう。ファンゴの毛も何かに使うこと多いからな、結構。そうそう、こういう尖った牙とか。それ。おっと、蜂蜜の回収はしとかないとね。あと2体。1体、小屋子玉はいるから取っといて。お、湧いてる湧いてる。よいしょ、オッケー、クエストクリア。若干まだ操作には慣れてないけど、なんとかなるね。最後の最後まで。もらっていくね。よし。拾えるかな。よし、ゲートクソ。そうなのはこれぐらいかな、この周りじゃ。うまくやれたかな。はい、クエストクリア。すべて受け取ります。はい、話をしたい人がいるそうです。瀬戸内どうして。いらっしゃいませ。どうぞごゆるりと。まあまあまあ、まだいいでしょう。またお立ち寄りくださいませ。それよ。この人か、大かけり虫って知ってるか。その名の通り大きなかけり虫なんだが、強靭でこいつの力を借りれば遠いところまでひとっ飛びできるんだ。そうそう、だが大きな体格で制御が効かなかったり。少し寄ってけ。モンスターの攻撃は己の身を守ってくれる防具、これが半端では城のままならぬ。確かに持っている防具を鍛えるなら防具強化だ。強化が必要な場合は鎧玉を持ってわしを訪ねるといい。つまりわしが持っている鎧玉をお主に授けよう。試しに防具に強化しとくといい。ありがとうございます。まだ使わないんですけどね。
とりあえず討伐権やっちゃおうかな。次、井槌の八刀狩り。この辺も多分そうなんだろうな。セレクト達成度が2分の1だから、ちょっとキノコ狩りに行こう。行こう。ターゲットのアイテム納品することでクリアできます。はいはい、いいか。マップの広い丸が納品するとない場所、取れる場所だ。いざ最初場所へ行こう。ガルム、レンカも行くぜ。支給品はしっかりもらっとくと。しっかりアイテムを見つけたら回収だけしといて、よいしょ。ちょっとこいつ見たことないやつだから倒しておこう。まだ生きてんのかこいつ。で、これなんだ、ブンブジナ、インカ液。なんか火属性のあれに使えそうな。しっかりしっかり倒してもらえるものはもらって帰る。あ、こいつから生肉も出んのか。お友達は優秀すぎる。もらっていくね。だからこうやって爆発してんのか、インカ焼きで。大事に使うね。何と戦ってんの。 OKOK。 とりあえずキノコを回収しに。行きながら、しっかり素材回収もして、ジャグラス、よし、よいしょ。ジャグラスの素材も回収。回収はしていかないとね。とりあえず一通りなんか装備作りたいからな。よいしょ。それ。よし、乗せてね。キノコこの辺にあるのかな。マーク的にはここの辺にあるんだけど。貫きの実、薬草、
緑のマークのところって言ってたから、この辺にキノコがあるはずなんだけど、ない？上か？上の可能性あるな。この辺ないもんな。はい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 。あ、死んだのか。大事に使うね。いづち。よいしょ。オッケー。もらいます。アレンジ系で投下する。ってことはこういうことか。っていう感じで崖の上にあるのか。なるほどね。それよりキノコよ。ここ登れたからこれでこいつで登って、これで登って上の階層に来て、こっち側にあるってことか。キノコどこですか？あ、あったあった。どれどれと。納品完了。よろしくね。あった、ここにもある。あとこっち？こっち側にもあるね。違うキノコも手に入ったか。へえ。あとキノコの場所はどこでしょう。あ、落ちた。鉱石はいるよ。鉱石ポイントもちゃんと把握しないとね。ツタのハム絶対使うから、最初は何でも素材集めが重要になってくるかな。一回乗ったまま戦ってみよう。よいしょい。もらっていくね。よし。そりゃそうだよね。大事に使うね。
もらっていくね。マップのあれが難しいな。縦にも長いからそこを考えて動かないと。よし、キノコがなくなった。あ、鉱石。あの下にもあるのか。こっちだな。はちみつ。なんかこの辺にもマークは出てるんだけど、これも上な気がすんな。よいしょ。あー、届かないか。いや、多分届くはずだ。まっすぐまっすぐ、よし。あれ、ここにキノコあると思ったのにな。なーい。キノコがないよ。よし、見っけ。できました。行くよ。どう。カーグアとかいるんだ。やっぱあれかな。トライジーに似てんな。クエストクリア。んなもん最初は全部受け取るよ。困り果てた様子だったらすぐに行ってくれ。よもぎちゃん、大事件大事件って言ってるな。はいはい、大変大変、とんでもない緊急事態日記したかんだ。そうあのね、台車跡で急におさいづちが暴れ出して、もう周辺はてんやわんや。そのおさいずに馴染みの行商人が追い回されるらしくて、私も心配でお願い、おさいずを修行してくれている間に行商人さんは里のみんなに助け出すから、やってくれる。ありがとう、リュウさん大好き。おさいずの修行は緊急クエストの日の絵さんとかに届いてるからね。はい、というわけで次回の動画でその緊急クエストをやろうかなと思います。今回の動画ここまで。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。